はい、こんばんは。えー、本日はですね、えー、10月1日ですね、えー、臨時国会が招集されました、えー。そしてですね、衆議院、それから参議院、えー、その本会議でですね、えー、自民党の石場茂総裁がですね、えー、これは採決の結果、第102代の総理大臣、首相に選出されました。 あということですね。まあ、その関連のですね、ことをね、ちょっと喋りたいと思っているんですけども、えー、そしてね、えー、選出された後ですね、石破さんは、えー、この総理官邸に入ってですね、石破内閣、組閣ですね、この作業に入りましたね。うん。まあ、そしてね、えー、これがね、えー、まあ、流れている頃はですね、この当然ながら内閣がね、もうできていると思うんですけども、 えー、そしてですね、えー、このね、えー、臨時国会の模様ですね、これね、えー、っと、ちょっとね、異例の展開になったんですね。というのは、えー、まずね、石破さんはですね、えー、まあ、えー、総裁選のね、自民党総裁選の最中はですね、えー えー、なるべくね、国民にですね、この選挙のためのですね、判断材料を提供したいということで、えー、これはね、小泉進次郎さんなんかがね、えーまあ、すぐに解散しますと言っていたんだけども、石破さんはそうではなくって、予算委員会をね、まあ、きちんと開いて、そして質疑もちゃんとして、で判断材料を与えた上で、えー、提供した上で、えー、解散したいと。 解散総選挙をしたいというふうに言っていたんだけども、えー、いざですね、えー、自民党総裁になって、そして首相になってみると、えー、全然ね、言っていることと違っちゃったんですね。言っていることと違ってしまった。ね。で、小泉慎次郎さんとですね、ほとんど同じようにですね、えー、これすぐに解散総選挙ということになったんですね。うん、そしてね、えー、これはね、 10月9日ですね、9日、えー。9日にね、衆議院を解散するということをですね、まあ、前提にね、えー。そして、この臨時国会の会期をですね、えー、その10月9日まで、えー、とする提案をね、本日の国会で自民党側がしたわけですね。うん。 なのでですね、これ言ってることとね、やってることは全然違うじゃないかということで、野党側がね、これ反発したんですね。うん、まあこれとも当然だと思いますね、この反発はね。うん。そして、えー、これはね、予定の時刻よりも30分近くですね、遅れたんですね。この衆議院の本会議ですね。そして、いざ開かれた後ですね、えー、立憲民主党の小川淳也さんですね、 えー、小川幹事長ね、立憲民主党の。えー、この小川さんが、えー、反対討論に立ったんですね。これはね、異例なんですね、反対討論に立つのはね。うん。ということで、まずこの反対討論ね、小川淳也さんですね、どういうふうなね、えー、討論をしたのかっていうのをですね、まず紹介したいんですね。うん。<laughs> まずね、この議長はね、衆議院議長が、えー、今回の臨,臨時国会の会期は、 10月9日までの9日間としたいと,、えー、というような、ね、提案に対してですね、えー、これは、ね、小川淳也さんが、ね、反対討論に立ってこういうふうに言ったんですね。野党を代表し、会期を9日間とすることに断固反対する立場から討論します。まず、石破新総裁に申し上げます。なぜ、いまだ、えー、昨日、総理大臣でないにもかかわらず、 衆議院の解散と総選挙の日程を明らかにしたのですかこれつまりね、昨日ですね。えー、つまりね、今日ね、あの指名されて、えー、主犯指名されて、えー、首相になったわけですけども、昨日はまだね、自民党総裁だっただけなんですね。なので、えー、これはね、解散総選挙の日程をですね、明らかにするなんてことは、本当はね、えー、これはまあ職責の外にあることなんですよね。うん まあこれ形式的なことなんですけども、そういうね、職責を外れてることなんですね。うん、そのことをね、小川さんが批判してるんですね。この前代未聞、異例中の異例の発言は、国会形式も甚だしく、三権分立を含め、憲法上の疑義を生じさせかけかねない異常な発言であり、えー、潔くそして直ちに謝罪と撤回を求めるものであります。石は自民党総裁候補の公約の一丁目一番地は、 ルールを守るでした。一体何のルールを守っているのですか加えて自民党総裁期間中を通して国民の判断材料を提供することが新総裁の責任、本当のやり取りは予算委員会である。これはあなた自身の言葉ではありませんかさらに一昨年、七条解散は憲法論の観点からすべきではないと発言し、加えて昨年、解散は政,政権の延命や党利党略で行われるべきではない。 これも他ならのあなた自身が記した言葉ではありませんかというね、えー、ことを指摘したんですね。まあこれはね、何を言ってるかというと、まあ7条解散ね。えー、何を言ってるかというとですね、これ衆議院の解散というのはね、説が2つあってですね、まあ1つはね、7条解散、憲法7条の解散ね、7条に基づく解散。それからもう1つは憲法69条に基づく解散。 ということはね、二つ憲法に明記されているんですよ。で、7条解散というのはどういうことかというとね、内閣の助言と承認により、天皇の告示行為として行う。というね、えー、この7条の定めがあるんですよ。ね。うん。ところがね、69条にはね、こういうふうにあるんですよ。まあ、衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合ですね、 10日以内に衆議院を解散するか、えー、内閣総治をしなければならない。というね、定めなんですよね。うん。要は、うん、もう内閣信任ね、内閣信任案がよくね、提出されるじゃないですか。でそれが可決された場合はですね、10日以内に衆議院を解散する。あるいは、内閣総治をしなければならない。ね。で、69条によれば、内閣信任案、不信任が可決された場合ですね、その時に衆議院を解散すると。 いうことなんですよ。これは要はですね、まあ、衆議院を解散するというのは、ね、内閣不信任案をね、国会からね、議会からあ突きつけられたと。ね。だったら、じゃあ国民に信を問おうじゃないかと。ね。うん。えー、つまり、内閣不信任を突きつけた国会がね、悪いのか、あるいは内閣が悪いのか、どっちかを えー、国民に当、えー、じゃありませんかという趣旨のものが69条なんですよね。うん、<coughs> すいませんね、ちょっと早くでいろいろ喋ったんでね、うん。これが69条なんですよね、うん。そして、結局ですね、69条の解散だけがね、 この解,解散のあり方、あ,あり方なんだとえ。というような解釈によれば、この7条解散、7条ってのは一体何なんだというねえ、ことは、結局69条で定められた解散を、<laughs> 天皇の国事行為としてね、形式的に7条に基づいて解散するんだという解釈なんですよね。うん。 ね、で、だけどね、これ、歴代ね、この69条による解散というのは、結局ね、これまで4回なんですね、4回しかないんですよね。で、結局、20回ほどはこの7条だけに基づいて解散されているんですよね。うん、<laughs> で結局ね、この7条による解散というのはね、これ、内閣不信任とかね、そういうこと全然関係ないので。 時の首相がですね、一番ね、都合のいい時ね、一番いいタイミングですね、えー、都合のいいタイミングね、これを狙って解散すると。そしたら、与党にとって非常に有利じゃないですか。ね。なので、えー、今までね、20回もこの七条解散が行われているわけなんですよ。ね。だけど、えー、これ石破さんがね、言っているのは、ね、そういう七条解散ってのは良くないと。 ね。やっぱり69条にだけに基づくものじゃないかと。というようなね、えー、考え方なんですよ。で、それを石破さんも自分でね、えー、記しているんですよ。そういう意見を言ってるんですよね。うん。まあこれ非常にね、民主的な考え方、あね、考え方ですよ。ね, <laughs> ね。だけども、今回はですね、別にね、不信任やとかなんとか関係ないじゃないですか。石破さんが、 ね、えー、新総裁に選ばれて、そして首相になって、すぐ解散するということは、これは7条しかありえないわけですよね、うん。そうなると、自分が批判していた7条解散をやるというのは、これはおかしいじゃな,あないかと。ね、うん。これはあなたが言ってることはね、全然、なんていうかな、あの嘘じゃないかと。これまで嘘をついてきたんですかという指摘ですよね。うん そういうふうに小川さんは指摘しているわけなんですよ。ね。うーん。小川さんはこういうふうに続けているわけですね。まさに、有限不実行、現行不一致。ここに至っては、もはや嘘つきの素知りすら、免れないのではありませんか国民があなたに期待したのは、まさに、外に向かって吐き続けた、党役、自民党役に反する、この正論にあったのではありませんか一体、党内で。 誰に本当の実権が芽生えつつあるんですかもはや初動から最初から傀来になりかけているのではありませんか石破新総裁に国民が期待したことはまさに自民党を変えること。しかしあなたはすでに自民党によって変えられようとしているのではありませんかという問いかけなんですね。で、これのね、その、ね、一体、党内で、自民党内で 誰に本当の実験が芽生えつつあるんですかと。もはや初動から回覧になりかけているのではありませんかという問いかけですね。要は、あなたの後ろに黒幕がいるんじゃありませんかっていうね、風に問いかけてるわけですよね。じゃあね、この黒幕って一体誰なんだっていうことですよね。まあこれはね、まあ当然誰もが思いつくように、まあ、菅義偉さんですよね。うん。これね、石破さんがね、自民党総裁に 当選するにあたっては、菅さんの協力がなければ、これ絶対にね、不可能だったことですからね。うん。ね。えー、これ、菅さんのね、えー、このなんていうかな、えー、自民党議員、自民党のね、に対するの影響力ですね。それによってね、この国会議員票がね、こどーっとね、集まったわけですよね、石破さんにね。うん。ということで、まあ、菅さんであることは、これ当然、当然なんですよね。そして、さらに言えば、 さらに言えばですね、この今ね、えー、石破執行部ですね、自民党のね、石破、石橋執行部、えー、これをね、仕切っているのは、えー、幹事長ですよね。つまり森山博さんですよ。森山博幹事長ですね。でね、この森山博幹事長ですね、えー、これね、もう今回ね、今回ね、このね、えー 早期解散ですね。ね、すぐに解散し,してしまうと。これはね、森山さんのお、まあ、持論というかな。森山さんがずっと考えていたことなんですよ。それを石破さんにですね、説得したんですよ。ね、今いろんなね、報道によるとですね、そういうことなんですよ。そしてさらにですね、えー、今回のね、えー、このね、石破執行部ですね、この人事。これについてね、えー、麻生太郎さんですね、 麻生太郎さんもね、えー、これまずね、副総裁の首を切ったじゃないですか。副総裁を辞めさせた。そして、最高顧問につけましたよね。これもね、森山さんの知恵だというね、ことなんですよ。ね。ということで、森山博さんがね、えー、相当ね、あのー、石破さんに助言していて、ね、相当ね、こうなっていうかな、動いているんですよ。森山博さんというのはね、この人はね、 あのー、前はね、鹿児島のね市、市議だったんですよ。鹿児島市のね、議員だったんですよね。なのでね、これはね、もう叩き上げ中の叩き上げなんですよ。ね。うあ、ん。ね。菅さんも叩き上げ中の叩き上げじゃないですか。なので、菅さんと森山さんというのはね、これ通過なんですよ。通過ね。うあ、ん。通過なんですよ。ね。なので、これはね、えー、 森山さんが石場さんを説得する。ね。そして、その森山さんは、もちろん森山さん自身の知恵もあるんだけども、その後ろにいる菅さんですね。菅さんの知恵でもあるわけなんですよ。なので、えー、この黒幕といった場合には、森山さん、そしてその後ろによる、後ろにいる菅さん、というね、図式なんですよ。ね。ああ。ね。この森山さんというのはね、とにかく、 うーね、菅さんとも近いね。ね、うん。非常にね、このパイプがね、今言ったように太いね。ね、うん。その割にですね、このね、今までの麻生派のね、えー、この主流派の時は、麻生さんが主流派の時、時にもね、選対委員長であるとか、総務会長であるとかですね、そちらの方でもね、徴用されているんですよ。ね。これはね、<laughs> まあ、主流派、非主流派ですね。麻生派、菅派ね。 もうどちらにおいても、結構ね、あの、なんていうかな、徴用されている、一目置かれている存在なんですよね。あねなので、これはねうん、ちょっとね、いろいろ、森山さんの動きってのはね、非常になんていうかな、要警戒、要警戒っていうかな、うんチェックし,してみる必要があるんですよね。あ<ー>そしてね、<laughs> 小川さんの言葉ですね、続き読んで、続きをね、読んでみますとね。 こうなると、一連の自民党総裁選そのものが、こと極まった裏金問題の目くらまし、煙に巻いて逃げ切るための方便でしかなかったのではありませんかなかったことにはできませんから、国民は忘れていませんから、今後、裏金に関与した議員を公認するのか否かを含め、国民は、私たちは、えー、厳しく見つめていることを夢夢忘れることがないよう厳しく指摘しておきます。 予算委員会を開いて十分な審議を求めます。政治倫理審査会を開いて、えー、出ていない衆院議員43人、参院議員29人、合わせて、合わせて72人が出席して弁明することを求めます。第2に、統一協会と自民党との関係について、自民党が再調査を行い、国会に報告することを求めます。というね、小川淳也さんのね、この反対討論のね、 まあ、異例の反対討論だったんだけども、実に正論じゃないですか。ね。これ全部正論ですよ。ねああ。全部正論。これは石場さんに突きつけられたですね、まさに正論の刃ですよ。ね。ああこれにね、どこまで答えることができるのか。ね。うん。これはね、まあ一番最初にね、あのーえー、監視して言いなければいけないことですよね。 ああ。だけど、とにかくね、ええー、石破さんはね、あの、ま、あ選ばれたわけですよ。今回ね、このと反対討論の後ね。うん。ええー、議長がね、起立を求めて、そしてね、起立多数で、ま、あ会期は九日間としますと。それから、えー、投票総数四百六十一ね、それで、ええー、石破茂さんが、石破茂、石破茂君九十一票。 野田義彦君100票。ね。というようなことでずっとね、読み上げられて、まあ当然だからこれね、過半数を超えた石破さんが、えー、新しい総理総裁に選ばれたということなんですね。うん。<laughs> そういうことなんですよ。そしてね、石破首相が誕生したということですね、今日ね。うん。そしてね、その後ですね、石破さんがね、今度は石破内閣ですね、この組閣ね、えー これをね、取り組んだわけですね,、うん、ね。で、結局ね、この予定をね、まず言いますとですね、えっ、ー、と、10月4日ですね、10月4日に石破さんがね、初心表明演説。これをね、行うということですね。そして、週明けの7日と8日にですね、各党の、各,党各野党ね、各党のですね、代表質問。 これも自民党もやるわけですね、えー。各党の代表質問が行われるということなんですね。そして、翌9日に、党首討論ですね。これがあって、衆議院を解散と。そういう予定になっているんですね。うん。えー、そんなようなことなんですね。そしてね、じゃあ内閣ですね。組閣はどうなるかということですよね。で組閣について、この内閣についてはね、もうこれはね、 もう固まっているんで、というかもう決まっているんでですね。ね、これはもう形式上ですね。もうこれ前にね、あの、紹介したんで、ここではね、まあ繰り返しませんけどね。繰り返しませんけども。まあ一応ね、閣僚ね、19人で、そのうち初入閣は13人ですね。そしてね、まあ、なんていうかな、よく指摘される、指摘されているのは、ね、えー、これね、 石破さんのね、この総裁選のこの推薦人ですね、20人言いましたけどね、そのうち20人のうち6人が、えー、起用されてるということなんですよ。ね。これがね、えー、なんていうかな、まあ、自民党筋っていうかね、自民党の内外で、まあ批判されているわけなんですよね。まああまりにですね、えー、これは身内利益が過ぎるんじゃないかっていうことですよね。そしてね、口の悪い人は、非主流派の、 在庫一層セールと、<laughs> というようなことをね、言っていますけどね。うん、そしてその中でも特にね、えー、一番ね、まあ、批判が強いのは、この総務大臣になった村上誠一郎さんなんですよね、うんで。村上誠一郎さんっていうのはね、僕は侍だと思いますけどね。つまり、えーね、安倍さんが前世時代、安倍さんがですよ、安倍さんのことをですよ、ね、国賊というふうにね、表したわけですよ。ね 国賊。それで自民党の中でね、あの、すごい批判がね、えー、まあ巻き起かったわけですよ。ね。安倍派からね。うん。というようなことがあったんですよね。うん。で、村上さんに関してはね、まあちょっとね、後でまたですね、別の動画でね、喋りたいと思いますけどもね。まあそういう村上さんをはじめね、とにかく、えー、この組閣はですね、石破内閣はあまりに身内部ビーキーがすぎるんじゃないかと。ね。うん。いう批判がね、強いんですよね。 というのはね、この派閥を解消したじゃないですか。で、これまでは、その各派閥からですね、えー、その派閥の大きさに応じてね、えー、うちは何人、ね、えー、例えば3人、誰と誰と誰、これをよろしくとかね、うん、うちは2人、誰と誰、これをよろしくとかね、そうやってね、各派閥が人をね、出してた,たんですよね、うん。出していたんですよ。 そして、えー、その出てきたね、その顔ぶれを見て、えー、どこそこ、ね。まあなたは、ね、経産大臣、ね。うん、あなたは、ね、国交大臣とかですね。そういうふうに割り振っていたんですよね、うん。ね。だけどね、これはね、そうするとですよ。なんていうかな。ほとんど意味のない内閣になるじゃないですか。ね。はっきり言って、まあそういうね、派閥から人を出してですよ。 そして当てはめていくっていうね、これはっきり言って内閣の意味がありますかね、これね。内閣に意味ないじゃないですか。ねで。要はこれね、これまでの自民党政治のねお、象徴しているんですよ。ね。どういうことかというと、自民党の内閣というのは、これまではね、全然ね、政治なんかやってないんですよ。やってない。ほとんど。お飾りなんですよ。つまり、 本当の政治やってんのは官僚なんですよ。官僚がこれまで通りね、のですね、前例に従って、ね、それをね、政策を進めているわけなんですよ。ね、閣僚ってのはお飾りなんですよ。ね、それがこれまでのね、内閣だったんですよ。だけど今回はですね、この派閥がね、解消したので、そういうやり方はもうないんですよね。うん、もうないんですよ。 なので、これはね、石破さんの近くの人たち、ね、あるいは石破さんが評価している人たち、これをね、集めることになったわけですよ。なので、当然ながら、身内い儀の人事だという批判が出るのは当然なんですよねで。そういうふうに見えるんですよ。外部から、外部から見たらそういうふうに見えるんですよ。だけど、石破さんから見たら、これは能力があるので選びましたと。 ということになるわけですよね,、うんねうん。あんまりお付き合いのないっていうかね、そういう人は全然わかりませんからっていうことになるわけですよね。うん、これある意味当然なんですよね,、うん、ね。当然の流れなんですよ。だけど、これまた反対に言うとね、うん、これ国民の目から見てもねいや、この人はね、入るべきなのになんで全然入ってないのかなとかね、まあそういうようなね、こともね、まあ出てくるわけですよね。 うん、まあ、例えばね、えー、僕なんか思うに、この茂木さんとかね、茂木さんって結構ね、能力高いんじゃないかなっていうね、えー、ことを考えるんですよね。茂、う、木、んね、さんはね、あの、この総裁選でもね、増税なしとか言ってたじゃないですか。ねうんね、意外にとしみつということでね、増税なしということでね。でね、なんで増税なくできるんですかって言ったらね、 まあ自然増収はね何、何兆円もあるでしょうと。ね。それから、特別会計予算ね。ここはね、いっぱいあるんですよ。ね。例えば、外交交替で特別会計とかね。ということ、ということをね、こうアイディアを出しているんですよ。ね。これ特別会計からね、金出すってのはね、これ相当なアイヤだと思いますよ。ね。タブーのところにね、タブーを行っちゃったっていうね、感じですよね。うん。 なので、モ井さんはね、結構ね、えー、よく考えてるなっていうね、気もしますよね、その辺もね、うん。だけどね、えー、僕よく記憶しているんだけども、石破さんのね、このアジア版 NATO っていう話があったじゃないですか。ね、NATO ってね、北大西洋条約機構でね、うん、これアメリカを中心とするね、まあ、軍事同盟ですよね、うん。それをアジア版、アジア版でも作ろうというね、話をね、石破さんがしたわけですよね。 まあ今でもね、この取り組むというね、ような話になっているんだけども、これはやっぱりね、僕の考えでは、ちょっと危険なんですよね。というのは中国をあまりに刺激してしまうということですよね。刺激してしまうと。ね。このことについてね、茂木さんも、そういうね、あの、恐れをね、抱いたんだと思うんですよね。これ総裁選のね、討論会の時に反対していたんですよね。うん。それはつまり、今ね、微妙にこのバランスが取れた、 えー、そういう条約関係になっているので、それはちょっと危険、危険なんじゃないかというふうにね、批判したんですね。なので僕の感、ね、これはね、直感ですけども、そのことがですね、やっぱりね、石破さんね、茂木さんを全然ね、呼ばなかった。それにつながってるんじゃないかと思うんですよね。うん。これ、閣内からそんな反対やったら大変じゃないですか。核内不一致になっちゃいますからね。うん。で、石破さんこれやりたいというふうに言ってるわけですからね。 で、僕はちょっとこれ、ね、これね、難しいと思いますよ。ちょっと無理だと思います。あまりにね、これドラスティックですよ、それはね。うん、ね。あまりにドラスティックですよ、これは。ね。ああ、それは無理だと思いますね。うん。まあ、いずれにしてもそういうことがあるんじゃないかと。まあ、それからね、上川陽子さんもね、全然呼ばれ、ね、呼ばれなかったですよね。うん。これもまあ、意外といえば意外ですよね。まあ、上川さんってね、非常にこう、なんていうかな。 あの、まあ、優秀というかね、うん、麻生さんもね、<laughs> ま、麻生さんはもう全然ダメですけどね、うん、関心していたじゃないですか、ね。うん、要するに海外行ってね、官 <laughs> 僚任せするんじゃなくて、自分でね、いろいろ開拓してやってるということでね、うん、まあそういうとこは確かにね、まあすごいなと思いますよね。うん。だけどまあ、とりあえずですね、まあ石場内閣ね、まあスタートするということですね。 で、これはね、まあ明日から本格的にね、やるということなんだけども、まあだけどね、とりあえず、まあ選挙じゃないですか。ね。まずはね、えー、まずは選挙ですよ。ね。これがどうなるかということですよね。うん。まずは10月27日投開票のこの、えー、総,総選挙ですよね。これが本当にどうなるのかということですよ。ね。で、立憲民主党のね、代表の野田さんね、 野田さんはね、とにかく、この自民党の裏金脱税議員ね、そこのところに死客を立てると。というふうにこう明言してるわけですよね。これ何度もね。うん。で、これはね、やっぱり期待できますよね。これはね、やっぱりね、やんないといけないと思いますね。というのは、おそらく石場さんはですね、ここもね、やっぱり裏金脱税議員ですね、やっぱり自民党としてね、公認すると思いますよ。ね。うん。これね、 あの、総裁選のね、最初の頃だったかな始まる直前だったかなあの、石破さんはね、まあ、非公認というね、趣旨のことをね、ちょっと示唆していましたよ。そういうことがありましたよ。だけど、これね、すぐにね、引っ込みましたよ。翌日あたりにね。すぐに引っ込めた。ねああ。これなんていうかというと、<laughs> まあ、総裁選じゃないですか。ね。総裁、選挙あるのにね、うん、選挙あるのに、ね、<laughs> その、 投票して、えー、するね、議員たちに対してね、うん、公認しないなんて言ったら絶対、絶対にね、投票しないじゃないですか。ね。なので、これすぐに引っ込めたのは、まあ仕方がないかなとは、いうふうにはね、思いましたけどね。うん。だけども、そうなると、これはですね、もう国民がですね、国民が審判を下す。国民がね、制裁を下すしかないんですよ。これはね。うん。 国民こそ責任者なんですよ。はっきり言えば。ね。うん。ね。えー、これ自民党に頼るんじゃなくて、国民が、ね、審判を下せばいいんですよ。制裁を下せば。ね。うん。で、野党のね、お代表のですね、立憲民主党の代表の野田さんが、裏金達成議員のところに死却を立てるとい、はっきり明言しているわけですからね。うん。 なので、そこのところは、もう野党を通じて国民が制裁の拳を振り上げると。これしかないんですよ。ね。それやんなかったらね、日本国民ってバカですかっていう話じゃないですか。それこそ、ね。まあ、政治家はバカだとか、かバカだと、かなんだかんだかんだとかね、いろいろ言ってるけども、それこそこ日本国民はバカですかっていう話になるじゃないですか。ね。そういう話ですよ。ね。我々こそが主人公なんですよ。ね。 うん。で、せっかく野田さんがね、死客を立てると明言してるわけですから、その死客を通じて断固制裁をね、あのー、ぶつけると。そして落選させると。これしかないんですよ。ね。うん。で、そしてね、それについてはね、野田さんには言いたいんだけども、やっぱりね、そこのところはね、死客、客のところだけは最低線ね、やっぱり一本化してもらわなきゃ困りますよ。 一本化してもらわなきゃね、制裁の拳になら,じゃな,いならないじゃないですか。ね。ちっちゃい拳が二つを言ったってね、やっぱ全然制裁にならないんですよね。でっかい拳がドーンと一ついかないことにはね。<laughs> そういうことなんですよね。うん。ね。そして、その選挙の後にですね、えー、国会があって、国会の論戦が、あるとね。そして来年の通常国会ですね。いよいよここで本格的な 予算委員会が始まってですね。そして論戦が、本当の論戦が始まる。ね。こっからですよ。本当の勝負本当の勝負はね。うん。ね。で、最大の山は次の参議院選挙ですよ。参議院選挙。ここに至るまで何があるかということですよ。ね。そして石破さんはどういうことをやるか。ね。野党は、ね。野田さんを中心とする野党は、 どういう風な拳をね、準備するか。ね。ここの戦いですよ。ね。うん。つまり今回の選挙もね、もちろん戦いなんだけども、ね。その後の国会論戦。そしてそこからなだれ込む参議院選挙ですよ。来年夏のね。うん。まあ、ここまではですね、もうね、あのー、もうすごくね、もう走ると思いますよ。ね。うん。まあ、そんなようなね、戦いのね、日程が、 いよいよ始まると。いよいよ始まったということですよね。うん。まあ、というようなことでね、えー、本日はね、まあこの辺で終わりたいと思いますけどもねあ、この回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。